私の活躍を見てくれているかしら。当然見てくれているわよね。学園でクリスマスイベントですか？はい、クリスマスについてはご存知ですよね。ええ、最近流行りですので、その日はサンタなる老人が現れるとか、家族や恋人と過ごすとか、そういった特別な一日を演出するイベントですから、ぜひアレクシア様が実行委員になっていただけないかと。あー、めんどくさ。だいたいなんでクリスマスイベントだからって私が実行委員にならなきゃいけないのよ。関係ないでしょうが。大方私を抜擢して王室御用達的な箔をつけたいってとこでしょ。なんで利用されてやらなきゃいけないんだか。面倒だから断りたいけど、そうもいかないのが王族の辛いところよね。承知いたしました。こちらの案件一旦持ち帰って検討させていただきますね。はい、ぜひ前向きにご検討よろしくお願いします。ああ、どうしたものかしら。なんて理由をつければ。あら、はあ、早くもクリスマスで浮かれてるのがいるわね。シェリー先輩、珍しいですね、魔剣士学園にいるなんて。お、アレクシアさん。はい、ちょっと打ち合わせがありまして。打ち合わせというとクリスマスのことですか？ええ、実は私イベントの実行委員になりまして、何でもこのサンタ風の制服を着てイベントを盛り上げるのも仕事だそうです。可愛いですよね。ああ、なるほど。私にも声をかけたのはこういう宣伝効果も見越してってことね。衣装に浮かれて自分が客寄せに使われてる自覚がないみたい。企画者にまんまと利用されてるって感じがしてしまうわ。まあそういうところまで勘ぐってしまうのは私の悪い癖ね。みんなからチラチラ見られて恥ずかしいけど、私自身やシド君のためだから。シド君？なんで今この流れでポチの名前が出てくるのよ。いえ、お友達としての話です。何でもないです。この反応、絶対何でもあるでしょう。サンタ衣装を着てポチにどうするつもり？もしかしてポチも実行委員に参加？それともプレゼントをあげるとか？いえ、本当気にしないでください。そう、わかりました。聞かなかったことにしておきますね。忘れられるわけないでしょう。めちゃくちゃ気になるわよ。なんでかしらこんなに気になるのは。別に私には関係のないことのはずなのに。そうだ、アレクシアさんも実行委員やりませんか？え？実行委員会人手不足だって困ってましたし、一緒にクリスマスを盛り上げましょう。はあ、実は今さっき生徒会の方から同じようなお誘いがあったのですが。はあ、じゃあ一緒に実行委員やれるんですか？ちょっとシェリー先輩、気が早すぎます。まだ公務との調整があるので。初めて会った頃は静かな物腰で引っ込み思案な感じがしたけれど、今日はなんだか印象が違うわね。やけに積極的というか、きっと何か裏があるに違いないわ。例えばこのイベントをきっかけに誰かと親密になりたいとか。王女様としてのお仕事もあるでしょうし、強くは言えないですけど。でも私、アレクシアさんと一緒に実行委員ができたらいいなって。う、こんなに真剣に来られたら断りづらいったらありゃしないわ。そうですね、私もシェリー先輩とご一緒したいですし、検討します。いたいた、シェリーさん、ツリーのことで質問があって、ちょっと来てくれますか？あ、はい。すみません、アレクチャーさん。私のことは気にせずどうぞ。
ありがとうございます。私待ってますから。とにかくシェリー先輩のイベント参加に何か意図があるのは間違いないわ。やっぱりポチと何かで、なんで私はこんなに気になっているのかしら。ああ、考え込むのは好きじゃないわ。こうなったら情報収集よ。メリークリスマス。クリスマスを楽しんでいるかしら。あなたに任せておけば良さそうね。武神の剣を間近で見られるなんて。ここはベータにお任せある。ありがとうございます。見てくださいましたか？これがベータの実力です。私の活躍を見てくれているかしら。当然見てくれているわよね。なんだか最近やたら赤と白の服を着た生徒が目立ちますね。何なんですかあれ。おいおい、知らないのかよ。あれはクリスマスイベント実行委員の衣装なんだぜ。はあ、へえ、そうなんですか。というかシド君聞いてます？ああ、うん、聞いてるよ。あまりにもモブっぽい説明的な会話のやり取りに思わず聞き惚れてしまっていた。やっぱり天然のモブは一味違うな。さすが我がモブ友といったところか。クリスマスイベント、これはかなりのチャンスですよ。意中の相手にプレゼントを贈ろうってムードですし。恋人と過ごさなきゃいけないって空気あるよな。カップル成立を急ぐ女子に声かければワンチャンあるぜ。そんな無理にカップルになっても結局そのうち別れちゃいそうだけどね。いいだろ別に。それでも出会いが全くないよりはマシ。そうですよ、僕らのような存在はわずかなおこぼれを狙う恋のハイエナなんですから。そう。しかしクリスマスも随分広まったな。まあ三つ星商会のせいなんだけど、今が正気だってめちゃくちゃケーキとか作ってるみたいだし、売れ残っても知らないぞ。まあ元はといえば三つ星商会の会長であるガンマに影の英知としてクリスマスやらバレンタインやら伝えた僕が悪いのかもしれない。せっかくの異世界なのにこういう行事だけは前世と似通っちゃうんだから。そういうわけで悪いが、俺はクリスマス当日お前らと過ごせそうにないわ。そうそう都合よく彼女作れるわけないでしょう。僕ら三人クリスマスも仲良く一緒ですよ。もうクリスマスの予定に僕入ってるの？そうに決まってるじゃないですか。だいたいシド君だって相手は。ごめんなさい、シド影野君はいるかしら。ひゃい、ここにございます。あ、思い出したみたいだな。僕がアレクシアと恋人という設定になっていた時期のこと。お友達と話しているところごめんなさい。少し用があるのですが、お時間よろしいですか？ええ、もちろん。僕らのことは気にしないでください。どうぞどうぞ。バカしろ。
キョロ、笑顔で言うセリフじゃないぞ。多分心の声と口にするセリフが逆だ。それにきっと二人が羨ましがるような甘い会話ではないからな。この辺りなら人気もないし大丈夫ね。一体何のご用ですか、王女様。別に大したことじゃないわ。一つ二つ聞きたいことがあるのよ。かぶっていた猫を脱いだらこれだ。甘い会話どころじゃない。まるで尋問だな。断る。いくら王女でも何でも思い通りになると思ったら。はい、ポチ。はっ、しまった、キャッチしてしまった。何でも思い通りにできるのなら今の私はここにいないわよ。代金として話聞かせてもらえるわよね。仰せのままに。さて、シェリー先輩との関係を直接聞いたら怪しまれるわよね。まるで私がシェリー先輩とポチの間に割って入りたいみたいじゃない。そういうわけじゃないはず。だからそれとなく聞き出せるような質問をするのよ。私、最近シェリー先輩と話したりした？シェリー先輩と？ああ、したけど、なんかクリスマス実行委員になったとか。ええ、目立つ服を着ていたわね。あれはサンタの服だよ。知ってるわよ、そこはさすがに。プレゼントの参考にっていろいろ聞かれたな。何が好きかとか。プレゼント？やっぱりシェリー先輩はポチにプレゼントをあげるつもりなんだわ。次の質問。あなた、そういうサンタみたいなのは好き？そんな質問でいいの？まあ金貨をもらえるならいくらでも答えるけど。そりゃ好きだよ。嫌いな人なんてほとんどいないんじゃない？派手な服はどうかと思うけど、みんなが寝静まった夜、ひっそりと侵入しプレゼントを置いて去る。あれはまさしく影の実力者ムーブだよね。立ち回り実に参考にしたい。大好きだ。そう、心の底から好きだって言ってるのがなんとなくわかる。そう、そんなにサンタ服が好きなのね。よっ、2枚目ありがとうござい。最後の質問よ。あなた、クリスマス実行委員に興味は？ないよ。あんな衣装を着て過ごしてたら目立ってしょうがないよ。それは僕の心情に反する。ああいう目立つのはアレクシアの方が適任でしょ。僕よりずっとお似合いだよ。あ、ポチがそんなこと言うなんて。そんなに私のサンタ衣装が見たいのかしら。そう、参考になったわ。特別ボーナスよ。いくらなんでも雑すぎじゃない？分かったわ、見せてあげる。私の特別なサンタ衣装を。早速実行委員に申し込まなくちゃ。メリークリスマス。クリスマスを楽しんでいるかしら。この前のアレクシアの質問攻め、あれ一体何だったんだろうな。サンタがどうこうとか、お金くれるからつい答えちゃったけど。あら、そこにいるのはポチじゃない。ん？アレクシア、今度は何の。どうしたの、その姿。見てわかるでしょ？私もクリスマス実行委員になったのよ。はあ、ポチがサンタ衣装が好きって言ってたから、わざわざ店に来てあげたの。僕、サンタ衣装が好きとか言ったっけ？記憶にないんだけど。ま、合わせとくか。他の実行委員のとちょっと違うような。なんか気合入ってない？あら、そういうところに気づくのね。意外だわ。私に似合うものを見繕ってオーダーメイドしたので、この私がわざわざ足を運んだのに感想はそれだけかしら。それだけって
派手、高級感、僕の理想であるモブキャラとは対極。いかにもネームドキャラって感じ。まあ似合ってるのは間違いないし、ここは合わせておこう。うん、とっても似合うと思うよ。綺麗で華やかで、まさにアレクシアって感じ。そうでしょそうでしょ、まあ当然よね、私だし。ずっとこの姿を見せてあげたいのは山々だけど、これから実行委員の打ち合わせがあるの。また後でゆっくり話しましょう。やれやれ、なんか急にやる気出してきたな。一体何があったんだか。皆様、クリスマス実行委員の会議にお集まりいただきありがとうございます。今回生徒会は当日の警備を担当いたしますので、基本的に口出しはいたしません。イベントの企画はぜひ実行委員の皆様が中心となって進めていただければと思います。では実行委員のシェリーさんから今回の企画のご説明をいただけますか。学術学園2年のシェリー・バーネットです。よろしくお願いします。それでは魔剣士学園および学術学園合同クリスマス実行委員の打ち合わせを始めます。へえ、シェリー先輩が進行役を買って出たのね。普段の控えめな印象とは大違いだわ。具体的に何をやるのかという話ですが、ジョーク。今年は巨大クリスマスツリーです。これを設置するのが大きな目玉となります。これから企画の詳細をご説明しますね。まずこの巨大クリスマスツリーには光る装飾を飾りつけていきます。これは夜月の光を受けるとキラキラ輝く仕組みになっているんです。まるで星の光に包まれるような会場のシンボルとなる光景をこれで作りたいと思います。他にはよく考えられている企画だと思うけど、あと一つ何かアイデアが欲しいわね。以上になりますが、何かご質問はありますか。ちょっといいかしら。はい、アレクシアさんどうぞ。最近生徒の間で冬のもみの木伝説という本が流行っているそうです。あ、それは夏目先生の新刊。私は存じております。冬の寒い日、もみの木の下で告白をすれば聖夜の祝福を受けて永遠の愛を手に入れるだとか。せっかくなら生徒の流行りに合わせた方が参加者も喜ぶんじゃないでしょうか。なるほど、学生の間で流行りの物語と絡めて学園をまるでその舞台のように演出し生徒を楽しませると。あの話私も好き。キラキラした伝説のクリスマスツリーの下で告白されたらとっても素敵だろうな。いや、多分人がすごくいるだろうし、そんなところで告白なんてよほど度胸ないとできないと思う。何よ、育児なしね。あれだよ、桜として誰かもカップルになってる生徒に最初に告白してもらって成功例にするとか、どう？確かにカップルって最初の一組ができると雪崩みたいに一気に増えていくしね。軽い気持ちで出したアイディアだったけれど、なんだかいい感じにまとまりそう。でもとんだロマンチックなイベントになっちゃったわ。このイベントで成立するカップルも増えそうね。アレクシアさんの提案でみんなの意見交換が活発になりました。ありがとうございます。アレクシアさん、私ももっと頑張ります。私も実行委員なんだから当然のことをしただけよ。ん？もっと頑張るって、もしかして実行委員のことじゃなくて。シド君、お待ちしてました。
どうしたの？こんなところに僕を呼び出して。あの、これサンタからのクリスマスプレゼントです。わあ、いいの？はい、遠慮なくもらってください。それじゃあお言葉に甘えて。ありがとう。プレゼントはこれだけじゃなくて。え？知ってますか？冬のもみの木伝説の話。冬の寒い日、この木の下で告白をすれば、聖夜の祝福を受けて永遠の愛を手に入れるというものです。へえ、そうなんだ。ん？それってつまり、シド君、私シド君のことが好きです。シェリー先輩、とっておきのプレゼントは私です。私のこともらってください。いや、それはないでしょう。ん？何か今の企画にまずい点が？あ、ううん、そうじゃないの。ごめんなさい、ちょっと別なことを考えてて。そうですか。もし何かあったらどんどん意見してくださいね。いけない、思わず声に出ちゃった。勝手に想像して勝手に突っ込んで、何やってんだろ。私とポチの偽装カップルはもうとっくに終わってる。ポチとシェリー先輩がどうなろうと関係ないじゃない。なんか落ち着かないわね。私の活躍を見てくれているかしら。当然見てくれているわよね。それでは皆さん、レイアウトの実地見分を始めます。打ち合わせの時から感じていたけれど、シェリー先輩普段と印象が違うわね。何か意気込んでるっていうか、やっぱりポチのこと。本日は私たちも協力させていただきます。頑張りましょう。よろしくお願いします。それでローズさん、巨大クリスマスツリーはグラウンドの真ん中に設置しようと思うんですけど。なるほど。まず考えられるのは、実技授業や部活動で邪魔になることですね。事前連絡はしておりますが、生徒会から改めて周知しておきましょう。アレクシアさんからは何かありますか？アレクシアさん？あ、ごめんなさい。何の話でしょう。いけない、何をぼーっとしているの。私、もしかしてご公務でお疲れですか？でしたら私がその分頑張りますから。いえ、そういうことでは。ですが、ご心配ありがとうございます。あまりご無理なさらぬよう。とりあえず次はツリーやプレゼントの運搬関係ですが。ツリーはモミの木で大きいのにしたいので、北国からの輸送を予定しています。なるほど、それは素敵ですね。輸送ルートとしましては、二人で地図を見ながら。本当に熱心ね。私もしっかりしなくちゃ。この辺りは確か有名な問屋街ですよね。ちょうど北国とミドガルオートの中間に位置するようです。クリスマスツリーと一緒に飾りやプレゼントなんかも発注すれば、大口として輸送割引が効きそうですね。そうそう、さすがですね。ローズ先輩も王族として交易などの商売の知識は学んでいるんでしょう。なるほど、そこで予算が浮くなら追加でプレゼントを買うこともできますね。なんなら私が問屋街まで発注に行きましょうか。ちょうど近いうちに寄る予定があるので。そうですね、今のうちに発注を確定しておけば輸送の正体も探しやすいですし。あの、それはちょっと待ってもらってもいいでしょうか。シェリー先輩？生徒会長はただでさえ忙しいのに発注までしていただくというのは申し訳なくて。
そこは気にしなくていいんですよ。本当に別件で寄るついでですから。でもそこは私がじゃなくて、プレゼントの選定をもうちょっとしたいので。シェリー先輩、珍しい。シェリー先輩がこんな調子で自分の意見を強く言うなんて。もしかしなくても、問屋街でポチへのプレゼントを買うつもりなんでしょうね。なら私がするべきことは。わかりました。じゃあシェリー先輩、特に急いでもいませんが、早めに決めてくださいね。はい、すみません。じゃあ早速プレゼントの選定をするので。失礼します。シェリーさん、様子が変でしたね。あれはどうしたんでしょう。それは多分個人的な用事のためだと思います。個人的？誰かに渡すプレゼントを自分の手で選びたいのかなと。なるほど。それじゃあ私の提案は余計なお世話になってしまうところでしたね。いえ、そんなことは。あれはシェリー先輩のわがままですし。いいじゃないですか。シェリーさんは普段おとなしいですし、多少ならわがままを言ってもらえた方が嬉しいものです。いつもの印象と違うなと思ったのですが、何か事情があるのであれば納得です。アレクシアさんもご一緒に問屋街に行ってはどうでしょう。私もですか？シェリーさんが空回りしてしまわないよう、隣でサポートしてあげてほしいのです。私は生徒会として警備の役目がありますし、先ほどのやりとりがあった手前、同行するのは変でしょうから。アレクシアさん、シェリーさんのことをお願いしますね。その分あなた方がいない間の学園は私が守ります。生徒は何があっても守り抜きます。ミドガル王とはあの事件以降何が起こるのかわからない状態ですから。わかりました。シェリー先輩のことも物資のことも任せてください。メリークリスマス。クリスマスを楽しんでいるかしら。はあ、ここが問屋街。商人さんがいっぱいいますね。あなたの母親のように親身にがモットーの問屋街、あちこちで商談していますね。あちらから甘い香りがケーキを作っているのでしょうか。シェリー先輩、そんなにキョロキョロして田舎者みたいですよ。ごめんなさい、ちゃんと仕事しなくちゃですね。ええ、まずはおもちゃ問屋へプレゼントの発注に行きましょう。トントン拍子でしたね。アレクシアさんの名前を出したら。店員さん、これでうちも王室御用達だと喜んでいましたよ。まあミドガル王国の第二王女ですから、別に私が御用達を宣伝することはありませんが、扱っている品物も悪くなかったですしね。だけどあの店員気に入らないわ。私の名前を出した途端に目の色変えちゃって。次はケーキの発注をしたいと思いますが、シェリー先輩もそれでよろしいですか？あ、はい。ケーキ屋さんは私の方で評判がいいお店をリストアップしています。さっきの店でポチへのプレゼントを買うのかと思ったけど、おもちゃじゃなくてケーキってことかしら。こんな感じでまとまった数が必要なんです。かなり多くなりますが大丈夫でしょうか？はい、大丈夫ですよ。この辺りは寒いので、ケーキをアイスにして提供しているんです。ですから日持ちがするし、ストックもあるんです。輸送は今夜でしたね。なんとかギリギリ間に合いますよ。よかったです。ではこちらが代金と引き取りに来る招待のリストです。確かにいただきました。ありがとうございます。あの、
それとこのお店ではケーキ作りの体験ができると伺ったんですけど。きっと。なるほど、シェリー先輩はここでポチへのクリスマスケーキを作るつもりだったのね。ええー、観光客の方がお見えになった時はそういうサービスをしていますが。シェリーさんが空回りしてしまわないよう隣でサポートしてあげてほしいのです。シェリー先輩、ごめんなさい。本当は応援したかったけど。シェリー先輩、それは厳しいかと。お店の方は今夜の輸送に向けていろいろと準備があるでしょう。備えがあるとはいえ、忙しい時にそこまでの対応はしていられないと思います。確かにそうですね。申し訳ございません。アレクシア王女様のおっしゃる通りでございます。いえ、いいんです。では招待の方への受け渡しよろしくお願いします。はい、ケーキは任せてください。ありがとうございました。私嫌なやつね。シェリー先輩が頑張ろうとしているのに、私はその気持ちを邪魔して。はあ、もうこんな時間ですね。あとはそろそろ到着するもみの木輸送招待にあって。あの、アレクシアさん、さっきはありがとうございます。え、あの、なんでお礼を。だってアレクシアさんの言う通りでしたから。私どうかしていました。自分のやりたいことばっかりで、他の人の都合や時間のこと全然考えていなくて。そのことをアレクシアさんが教えてくれたんです。やっぱり人の上に立つ人ってすごいですね。嫌味とか皮肉じゃない、本気でそう思ってるのが伝わってくるわ。こちらこそありがとうございます。気持ちが楽になりました。え、なんでアレクシアさんがありがとうなんですか。なんででしょうね。でも言っておかなくちゃって思ったんです。アレクシアさんたら変なの。そうですね、変ですね。今も胸はちょっと痛いけれど、でも前よりはモヤモヤが晴れた気がするわ。それにしても招待さん遅いですね。日が落ちる前にここで落ち合う段取りのはずなのに。そうですね、時間に遅れるなら事前に連絡が入りそうなものですけど。すみません。罪人が魔物に。私の活躍を見てくれているかしら。当然見てくれているわよね。不審の剣を間近で見られるなんて。無心の名に恥じぬ戦いを見せると約束する。何で愛出身何で何で行くよ。ありがとうございます。ありがとうございます。愛出身わからない。ダメ、ダメ、ここ、ドキなし。ありがとうございます。お疲れ様でした。私たちの力をもってすれば当然の結果です。私の活躍を見てくれているかしら。当然見てくれているわよね。すみません。罪人が
魔物に。あとはクリスマスツリーを運んでくる招待に連絡するだけだったけど、そうはいかなそうね。大丈夫ですか？今手当てをしますから。ありがとうございます。もう少し詳しく状況を教えてもらえますか？魔物と言ってましたが。事故です。突然の倒木で一緒に運んでいた魔物の檻が壊れて。なんで一緒に魔物まで？おそらく見せ物でしょう。貴族や王族の一部にはそういう悪趣味な輩がいますから。何にせよ今事故現場付近には逃げ出した魔物たちがいるということね。魔物たちを倒さないとクリスマスツリーも回収できませんね。そんな、それじゃあイベントは。嫌です、そんなの。実行委員もローズさんも問屋街の人も招待の皆さんも協力してくれているのに、シド君や生徒のみんなだって期待して。ポチ、いえポチのことだけじゃない。このままだとシェリー先輩の頑張りも決意も全部ダメになる。アレクシアさん、私。ええ、魔物を倒して積み荷を回収しましょう。事故はどこで起きましたか？私たちが向かいます。かたじけない。魔物はこの町近くの森で。クリスマスの飾りまみれで目立つこと目立つこと。魔物も事故を受けて少しは傷ついているようですね。じっとして傷を癒そうとしていたみたい。手負いの獣は手強いと言いますし、油断はできないですよね。シェリー先輩の体が震えている。魔物の群れと対面しているんだから怖くて当然ね。シェリー先輩、実戦の経験は？ほとんどありません。せめてアーティファクトがあれば。なら後方支援をお願いします。前衛には私が。わかりました。私だって別に実戦経験が豊富なわけではないけど、彼女よりは戦えるはず。アイリス姉様にはかなわなくても、それでも私の剣で。準備はいいですか、シェリー先輩？行きますよ。前方、虹の方向です。はっ。十字、三匹来ます。そっちも見えてる。数は多いけど、それほど強くはない。これなら私だけでも。目が。帰り血、まずい、このままじゃ。アレクシアさん。シェリー先輩、やりますね。その調子でバンバン投げてください。当たらなくても牽制、かく乱になります。はい。シェリー先輩のおかげで立て直せた。このまま二人で。この魔物たちも捕まえられて生きるのに必死で、でも私たちだって。へえ、てっきり魔物がかわいそうだとか言い出す博愛主義のタイプだと思ってたけど。昔はそうだったかもしれません。でも、カゴの中で育てられた小鳥が解き放たれて自由に羽ばたこうとしている。今のシェリー先輩を見るとそんな風に感じるわね。見て、あの一番奥。大きい魔物ですね。あれ、もしかして足元の木が注文していたクリスマスツリーじゃ。あいつが魔物たちのボス。なんというか、思ってたより可愛いかも。
見た目に騙されないでください。このタイプの魔物は群れで行動し、ボスに従う習性が。長い、一言で。ボスを倒せば終わります。二言じゃない。まあよし。メリークリスマス。クリスマスを楽しんでいるかしら。シド様とご一緒できるなんて光栄です。ここはベータにお任せある。10秒持たなかったね。お二人ともご無事ですか？ローズさん、来てくれたんですね。代わりの招待まで都合をつけてくださったんですね。これでクリスマスツリーやプレゼントを運べます。お二人とも優先順位が違いますよ。荷物よりも大切なのはお二人の方です。ごめんなさい。申し訳ありません。そしてありがとうございます。ええ、とにかくご無事で何よりです。さあ、荷物をこちらの招待へと移し替えて出発しましょうか。話は帰り道でゆっくりとできますし。ええ、そうですね。冷えますね。はい、でも空気が澄んで星がとっても綺麗に見えます。クリスマスの夜も晴れそうだと聞きました。こんな星空を見られるといいですね。ええ、あとはこの荷物がクリスマスまでに学園へ着くといいのですが。早馬ならもう到着している頃ですのに。アレクシアさん、焦るのはわかりますけど落ち着いていきましょう。下手に急いでまた事故が起きたらさすがに間に合わなくなりそうですからね。そうですね。今のペースでもクリスマス前夜には到着できる予定だし、無事に到着できることを祈るしかない。なんだかケーキの時とは反対ですね。今度は私が止められて。そうですね。せーの、よいしょ。クリスマスツリー完成ね。実行委員じゃないのにみんながツリーを埋める穴を掘ってくれていたおかげです。ありがとうございます。生徒会長から頼まれて仕方なくね。でもいざやってみると熱中しちゃうよね、こういうの。聞けば率先して穴を掘り始めたのはポチとその仲間たちらしい。まあお仲間たちは内申点を良くするためなんでしょうけど。手伝ってくれたお礼に、これ一日早いけどクリスマスプレゼントです。へえ、クッキーやキャンディーのお菓子詰め合わせ。いいね、こういうお約束な感じ。
ですから、特別なプレゼントにしたかったんですけど。え、そうなの？僕はもらわないか、平等に同じものをもらう方が好きだな。その方が目立たないし。え、そうなんですか？結果的に喜んでもらえたみたいでよかったです。よかったわね、プレゼントもらえて。ちなみに私からはないわよ、シェリーさんと合同ってことで。おーい、猫かぶり忘れてるよ。な、うるさいわよ。まあそんな二人にこれ、お返しのプレゼント。え、僕からの気持ちだよ。まあお歳暮代わりに受け取ってよ。お歳暮？いや、それよりこれ、三つ星の高級ギフトケーキ。私たちのクリスマスプレゼントの3倍くらい高い。そんな高価なものは本当にいいんですか？それに私にも？シェリー先輩だけじゃなくて？もちろん君にもだよ。実行委員頑張ってたからね。お疲れ様。なんなのよ、ポチのくせに。へにゃっとした地味な顔してるくせに気の利いたことをするじゃない。あら、雪だね。今年はホワイトクリスマスだ。クリスマスですか。なんだか素敵な響きですね。そうですね。それにいい景色。ガンマ、売れ残りのケーキ知り合いに渡しといたよ。ありがとうございます。調子に乗って作りすぎました。ま、そのまま処分するのももったいないしね。みんなも喜んでたし、いいんじゃないかな。私としたことが何たる不覚。以後需要と供給をもっと見極めます。私の活躍を見てくれているかしら。当然見てくれているわよね。